ダークのマジックシェア機能についてご紹介いたします。ダークでビデオ会議の生産性を高めましょう。マジックシェア機能はチームワークの向上を目的に開発されました。ビデオ会議ウィンドウ上で多様なコンテンツを共有し、リアルタイムで共同作業を効率的に実施できます。ビデオ会議中にコントロールバーにある共有ボタンをクリックし、マジックシェアのアイコンをクリックします。ダークドックスやシートの他にも、ワード、エクセル、パワーポイント、PDF など多くのファイルを共有できます。他の参加者はファイルのみを閲覧できるため、画面上の他の資料が参加者に見えてしまう心配はありません。マジックシェアを使えばインターネットの回線速度と関係なく容易にファイルを共有閲覧できます。 PC と同様、外出先ではモバイルでマジックシェア機能が使えます。表示も自動的に画面サイズに調整してくれるため、モバイルであってもストレスなく閲覧できます。開始時は発表者の操作に同期していますが、参加者は自分のペースで自由にファイルをスクロールできます。発表者の表示位置へ戻りたい場合は、発表者をフォローをクリックします。もし会議中に複数の発表者がいる場合には、現在の発表者から引き継いで共有することで、発表者の切り替えもスムーズです。マジックシェアを使えば、参加者は会議ウィンドウ上で同時にドキュメントの編集ができます。また、ドキュメント内で自由にコメントすることができ、会議に参加していない人でも気軽にそのドキュメントにアクセスできます。また、ファイルリンクをコピーするをクリックして、他の人とドキュメントを共有できます。ダークのマジックシェア機能を活用し、チームワーク力を高めましょう。ダークは無料でご利用いただけます。ダークの魔法を次の会議で使ってみませんか？もしこの動画が役に立ったら、ページの左下の役に立ったを押してくださいね。